はい、皆さんおはようございます。本日の発表事項は2件ございます。順番に発表してまいります。まず1番目は本学で行っている新型コロナウイルス感染症の予防対策に関してでございます。新型コロナウイルス感染が全国的に急増している中、広島大学では感染予防対策として各種の取り組みを行っております。すでに実施している講義棟への消毒薬の配置、学生へのモバイル Wi-Fi ルーターの貸し出し、フェイスシールドの配布等の対策に加え、来月からは講義室の必要な換気量を満たすため、一定の条件を満たす講義室には二酸化炭素濃度測定器の導入を予定いたしております。このことにより二酸化炭素濃度を常時測定し、設定値を超えた場合アラームが作動し窓開け換気を促します。本学では感染拡大防止のための措置を引き続いて講じてまいります。続いて2番目の報告であります。広島大学女性活躍促進賞メタセコイア賞の授賞式および記念講演会の開催についてであります。今回はニュースキャスターの国谷裕子氏に授与することに決定いたしました。広島大学は女性研究者の研究活動の支援を図るとともに、他機関等との連携による新たな取り組みを通して、より独創的、学際的な活動をサポートすることを目的として、女性研究活動委員会を設置しています。平成25年には本委員会の支援の一環として、女性自ら先導し、あるいは女性の活動の場を広げることによって、社会全体の活力向上に貢献した個人、団体を顕彰するため、メタセコイア賞を創設いたしました。来年1月22日に、オンラインによる授賞式および講演会を開催予定としておりますので、ぜひご参加ください。以上でございます。